何していいかわからないっていう、特に体験に来た人でもそういう声がもうほんと9割から8割から9割はもうほとんどそういう方が多いので、まあ、例えばペースだったりとか重さなんていうの全然わからない、まあ、そういう人に関してみたらもうよく言われるのがただログインして座ってスタートボタンを押せばもうそれできちゃう。でそれは理由としてはやっぱそのバイオサーキットがこう全て指示をしてくれるので、どんな何をしたらいいか、どのぐらいしたらいいのか、どのようにしたらいいのかと。なので、まあ、ストレスもなく、その待ち時間もないかったりするので、まあ、それは、まあ、もちろんバイオサーキットが30分完結のサーキットトレーニングをプログラムしてくれるというところで、ソーシャルディスタンスを持って長時間密にならずに運動ができると。私の中のイメージできついし難しいしっていう気持ちがすごくジム自体にあったんですけど、それがなんかこうもう勝手にやってくれるので、そういうところで続けられたというか、時間も管理されてるのでそんなに待つこともないですし、いちいち重りを変えたりとか高さ変えたりとかそういう煩わしいのがないんで、すごい早いし楽です。時間の効率がやっぱいいです。運動量とかもアプリで出てるんですけど、それで、あ、今日ちょっと歩いてないけん足りないけん、もうちょっと歩いていこうかなとかスマホのアプリとかでも全部見れるんで、モチベーションにめっちゃすごいつながりますね。 AI マシンと人のトレーナーとの役割分担がすごい明確にできるというのはすごいありますよね。でその中で人間がやる ところはこれだと、マシンがやるところはこれだというところをしっかりトレーナーも理解してやれているので、例えば、まあ、食事の指導だったりとかなんとかっていうのをちょっと加えてあげるだけで、そのオペレーションっていうのはスムーズにいくのはすごいやりやすいなと思います。24時間ジムって言われてるんですけども、まあ、僕たちがいなくてもスタッフがいなくても、まあ、一人でトレーニングをしてで終わったらそのまま帰るっていうそのシステムはすごいいいかなっていうのは一番思います。圧倒的にやはり人件費ですよね。人件費を圧倒的に削れるっていうのはかなり大きいんじゃないかなと思います。まあ、バイオサーキットも安くはないので最初のスタートではお金かかると思いますけど、まあ、ゆくゆくのことを考えると僕はそんなに高くは感じないかなと思います。まあ、そのテクノジムさん そのテクノロジーを使ってその、まあ、クラウド上でいろんなCRM 顧客管理ができたりとか、自然にそういった管理もできたりするので、まあ、スタッフもまあ、僕らとしてもそこにもう頼る手はないなというところで頼らせてもらいながら、お客様も楽しそうに満足して頼っていただけてますし、僕らとしても時間に追われることなく自然な心の余裕を持った状態で会員さんと関わっていけてるっていう状況が今あるので、非常にいい形かなと今は思っています。